それこそ、ね、リンゴさん、ハイブリさんも混ぜてやりましょうよ、3人で。何をですか？音を上げたら負けのやつ。ね、何ハイブリさんもやりましょうよ。何？やります？やります？何を？やります？だから何かによるって。あ、いやいや、イエスかノーかしかないんで。あ、もう絶対良くないことやから。絶対良くないことなんか分かってるんやけど、これはイエスって言っとかなあかんやろなって思ってる。いや、なんか僕もリンゴさんもそこまでホラゲ得意じゃないんで、2人でなんかあるホラゲをやって、先に音を上げてどっちが謝るか、またはゲームクリアもできるのかっていうのをやろうって話をしてて。ああ、そうなの。俺すぐ謝るで。無理っつって、ごめん。多分開始1分ぐらいでごめんなさいって多分言ってると思う。なんか土下座した写真を送りつけるわ。そんな苦手なんですか？めっちゃ苦手。赤ネタさんも結構苦手ですよね。まあでも、そもそもですけど、下にはリンゴさんがいるというかなというか、あれだったんで。多分メタちゃんって俺タイプな気がする。俺もハイブリさんいるからまあいいやと思ってやってますし、石原は。ああ、確かに一人だとあんまりかな。なんか自分より怖がってる人がいたらまあそうなんとか。あとあれかな、いわゆる過度なチェイスゲーじゃなかったらやるかなって感じですね。逆に。ああ。そう、チェイスゲーはちょっと嫌だな。へえ。怖い。心臓に悪い。逆に肝試しとかやったら全然できないかな。無理。ちょっとわかるな、でも。肝試しが OK なのは。ホラゲは別にやってもいいからさ、はい、その代わり絶叫付き合ってるやん。すごい嫌。すんごい嫌、なんかもう、乗る意味が分からへんもん。伊豆さん、絶叫乗りましょう。うわ、いけるやつおった。あー、立場変わった急に。だるい。うん、全然。俺、レンタカーしてくるし。足も用意してくれる。うん、全然出す。